皆さんこんこにちは MMA 言語中です、えー、今日はあライジンランドマーク8佐賀大会のカードについて喋っていきたいんですが、えー、大島選手とクレアロペス選手の試合について喋っていきたいと思います、えー、浜崎選手が、まあ、怪我をしてしまって急遽大代役で大島選手が選ばれたという部分なんですが まあ、あの今成選手が代、うん、役を務めたパターンと同じというか、まあ、同じように発表されたので、まあ、どうしてもこう、うん、佐賀大会代役が多いなというような感じなんですが、まあ、ちょっとフェザー級男子フェザー級とこの女子アトム級の違いが出たかなとこの代役、うん、に関して言うと。 ま,あまず、緊急オファー,あー、もう時間がないっていう部分でん、減量をしなくてはいけない同階級の選手にはなかなか頼めない、えー、もう間に合わないですから、うーっていう部分で、まず相当限られるんですよね、こういうパターンでの緊急オファーっていうのは。うん、で、女、え、子、ー、スーパーアトム級に関しては、 これより下の階級が基本的にはライジンではないのでまあミクロ級ってことにはなるんですけれどなのでもう女子スーパーアトム級の中で選ぶしかないというところだったとは思いますまあもしかしたらそのちょっと僕は勉強不足で申し訳ないんですが佐賀周辺にんミクロ級とか かの選手女子の選手がいてくれたら、まあ、地元の選手として、まあ、オファーをして地元の地元枠の地元選手と、えー、ライジンファイタークレアロペスっていうカードとしてやるっていうのもまあ1つあったかもしれませんがまあ正直ライジンファイターとして見た時にクレアロペス選手ってまあ弱いですよね <laughs> あのネームバリュー的には。 まあ、どっちかというと浜崎彩香の相手として呼ばれてるってカードだったと思うんで、まあ、主役がいなくなっちゃったっていうカードだと思うんですよこの試合に関して言うと。なのでまあ主役に代われる選手クレア・ロペス選手を代わりに主役にするっていうよりは誰かもうちょっとこう名前があってライジンっぽい選手で減量をそんなにしなくていい選手っていう部分で。 同門、まあどうも浜崎選手と同じ ACC でもともとはミクロ級だった大島選手がまあ選ばれるというのはまあ必然でいえば必然ですしまあそこに頼らざるを得ないというかまあこれによって大島選手が次の試合に使えなくなる可能性というのはまあ,あるわけですよね神戸大会あるいはその後の有明大会とかに。 うん、っていうのをもうそんなことは言ってられないっていうところだと思いますしあとまあ実際問題は大島選手も去年、えー、1試合かライジンで組まれたのはソルト選手とのってことを考えるとまあそこまで、うんうんまあ、言,い言い方難しいですけどまあ、うん、存在価値がライジンにとって重いかっていうとそうでもないしまあ正直ライジンっぽさっていう意味で僕は まあ大島選手を主役にするしかないって言い方しましたけどまあそこまでじゃないっていうのも正直なところだとは思いますよだけどまあ,あ今のライジンであれば、まあ、まあベストな選択だったんじゃないかなとは、うん、思いますねでこの2人の試合がどういう試合になるかなんですけど正直緊急オファーで、えー 準備不足が否めない大島選手で。クレア・ロペス選手はそんなに弱い選手じゃないですから、まあ、クレア・ロペス選手が圧倒的に有利っていうのがまあ一般的な見方にはなると思うんですけど僕は結構大島選手有利なんじゃないかなっていう気がしていて。 まず、大島選手のコンディションに関しては、これはちょっとよくわからないです。あの、減量がほとんどないんで、大島選手はその、そういった部分でのコンディションはいいと思うんですけど、そもそも減量云々ではなくて、えっ、ー、と、選手って結構、なんて言うんですかね、こう、試合がある時の試合モードのオン、試合モードオン、スイッチオンにするタイプと、 試合がない時はスイッチオフにしてオンオフが結構はっきりするタイプとあんまりそのオンオフが差がないっていうタイプの選手がいるんですよね練習も普段からあーずーっとある程度同じようにハードにやっていて試合がないからといって休まない、うん、で逆に試合が入ったからといって急にこうハードな練習するわけじゃなくてある程度一定で練習してるその方が調子がいいっていういつも通りいつも通りを試合に出すっていう。 タイプですねで中にはこうちょっとその練習、試合がない期間はまあちょっと緩めに練習したり、まあ、それこそ美味しいもの食べたりとかしてリラックスモードでまあちょっと体も緩んじゃうけどもう,う心身ともに休ませてで試合がそろそろ近づいてくるぞっていうともうスイッチ入れてガッてやるっていう、まあ、これはねどっちがいい悪いっていうのはなくてもう選手の取り組み方の違いみたいなところがあってまあ 僕もちょっとうん現役で MMA やってた時と今の柔術やってる時でちょっとこう比べるのは難しいところなんですけど僕はわまあ年齢的なものはありますけど MMA を現役でやってた時は割とオンオフはっきりしてましたねああ試合が近づいてきたら結構その食事とかもすごい節制するし、えー、練習量も増えるしまあ練習に対する取り組み方も、うん、もちろんあるしまあ 試合がない時にダラ,ダラやってるってわけじゃないんですけどもう試合がない時は逆にあの自分の苦手なこととか結構練習したりとかまあ普段やらないような技に取り組んでみたりとかもしたり、えー、試合でこれ使うかなっていうような技であってもちょっとそういう時はやってみたい。でも試合前になるともう本当に試合で使わないものはもうどんどん排除していくっていうか、まあ、そういうような結構オンオフがはっきりしてたんですけど今はあんまり。 そこまで試合前試合前じゃないで僕はそんなに変わんない、うん、まあモードは変わるんですよ自分の中でのスイッチは入るし、えー、練習の普通のフリースパーとかのスパーリングする時もちょっとこう温度が高いっていうかねあちょっとガツガツしたスパーリングとかねどうしてもなるんですけれどこうしゃまあ まあそうですね食事もまあ多少違うかとかそういうのあるけどまあそこまでの差はないで,でこう大島選手がこのどっちパターンなのかちょっと分かんないっていうあの普段から割と一定的なタイプであればまあ減量もそんなにないしそこまでこうコンディションも悪くないんじゃないかなっていうただこうスイッチのオンオフが割と激しいタイプの選手だとだからこう慌ててスイッチ入れるんで期間が難しくてこう気持ちの部分もえ体の部分もこう。 上がっていかないっていうのがあると思うんですけどまあこれはどっちなのかなっていうのは一つありますとただえー、技術面戦略面で見た時は大島選手結構有利なんじゃないかなっていう気がします、うん、っていうのは大島選手のまあ戦い方っていうのはまあ超ワンパターンーなんですよねまあこの辺も今成選手ちょっと似てるんですけどあのー 基本的にはもうすぐにに相手に組みつく。うもう打撃ほぼしないでもう何だって相手がそれは分かってるんで離れて離れて距離を取って戦おうとしたらもう走りながら両手でこうやってもうパンチ出しながら、うん、まあちょっと言い方あれですけど子供の喧嘩みたいにバ,バババババって出しながら走っていって組みついてで柔道の投げ、えー、もしくは投げれなければ引き込んで、えー、フィニッシュを狙うっていう。 えー、これなんですよね、もうこのパターンなんで、で最近の試合で負けたのは、えー、ブラックコンバットとの対抗戦と、あとディープジェルスで姫選手に負けてるんですけど、これ2試合とも同じパターンで、とにかくう距離を取って、でバーッと突っ込んでくる、大島選手が突っ込んでくる、サークリング、ステップワークでかわす。で大島選選手手ってこう堀内選手みたいにこう 一気にバンって鋭い踏み込みで飛び込んで、えー、パンチを打つとかタックルに入るってことはないんですけど走りながら走ってくるので結構その突進力があるんでうわってこう思わず後ろに下がっちゃったりするとそのまま後ろに下がってそのままこう組みつかれちゃうっていうパターンはあるんですけど急な瞬発的なスピードでポンって入ってくるわけじゃないのでここはこうかわせるんですよね結構。あの D ・ v ジレスの時の姫選手うなんかは完全にそれはうまくて確か姫選手がなんかバ昔バスケ部がなんか何かだったかなあのもしかしたら違ったらごめんなさい、えー、確かそうだった気がするんですけどだからこうバスケットボールのこうディフェンスをイメージしていただくと分かると思うんですけどあんな感じでこう,うまくステップワークでこう素早くサイドにこうかわしてこう突っ込んでくるのを全部こう透かしてくっていうんですかね。 で、体触らせない。で、遠くから打撃打っとくっていう。で、これをやると、なかなか組めないんですよね。で、これを回避しつつ、どうやって組むかっていうと、ある程度、相手のパンチももらいつつ、自分のパンチも当たる、まあ、いわゆる打撃の交換をする距離から、パンチと思わせてのタックルみたいなのをしないとなかなか組みつけないんですよね。 で大島選手の場合はとにかく体のどっか触れればテイクダウンができなくても引き込みでも OK なんでそこまでいい形で組む必要はないんですけどそもそも触らせてもらえないっていう。で、うん、女子アトム級の中ではやっぱり小さい方もともとミクロ級なんでリーチ的にもちょっと厳しいんで,、うん、で今回ロペス選手もリーチがありますからちょっと組みつくのは大変。 だと思うんですがその僕が言ったこう,うまくステップワークでこうかわしてこう横への移動サイドステップとかでかわすっていうのをローペス選手ができるのかなっていうのがうーんちょっとわからないっていうかレーナ選手との試合とかを見てるとあんまりそういうタイプには見えなかったんですよね。割とこう無影帯っぽい 無敵対アップライトでこう、えー、戦ってでこう横移動っていうのはさっきのバスケとかもそうですけど、まあ、皆さんなんとなく想像しやすいのはあの反復横跳びを想像してもらうと分かると思うんですけど反復横跳びってこう重心下げてこう横に素早く動くっていう、まあ、その方がサイドステップってしやすいわけですよねそれはなんとなく想像つくと思うんですけどだ横に素早く動いて大島選手の突進をかわすのには。 ある程度重心低くしてしっかりこうサイドステップしないといけないんだと思うんですけどあんまりそういうタイプじゃないように見えるんですよね。でどっちかというと縦の動きの方が多いのかなってまあムエタイ系の選手ってこうアップライトでそうなるんですけどまあこれもまあ剣道とか想像していただくと分かるかもしれないですね割とこう背筋伸ばして素早く縦にパーンって入るみたいな。 ああいうのはこうやっぱりこう縦の動きただその連続性は難しいですよねあの素早く縦横横縦後ろ前とかっていうよりはこう一瞬の前の動きだけになりやすいっていうだからステップワークをある程度こう使うようなタイプの選手ってこう軽やかに動く選手って割とこう重心低くなりがちなんですけどあんまりロペス選手がそういうタイプかっていうとどうなんだろうなっていう。 ここなのでまあ、それを止めようと思ったらもう前蹴りとか蹴りで侵入をとにかく全部止めていくって入ろうとしたところを全部蹴りでパンパンと止めていくっていうそういう戦い方がどできればあの打撃のポイントアウトみたいなのはできるうーかもしれないですね。 ただそれで最後まで行くのって結構難しいんでどっかで入られちゃうと思うんですよね無理くり、えー、で組まれて寝、ね、技になっちゃうと大島選手に決められちゃうんじゃないかなっていう気が僕はするのでうんでまあどっかで一発ぶち込むで KO っていうのもあるすけど女子のねアトム級で一撃 KO っていうのはなかなか難しいので。 うんまあ、だからそういう意味では本当、レーナ選手みたいに KO 連発してたのはあれはちょっと化け物なのであのフィニッシュ力っていうのはちょっと別物っていうか、うん、レーナ選手とワンのスタンプ選手に関してはちょっともう特殊例ですよね。だからあそこはちょっと参考にならない。ってなるとまあどっちかっていうとちょっとずつちょっとずつ削っていったりとか連打で KO するしかないと思うんで、ロペス選手がフィニッシュするならうんで上連打ってことはこうパン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 とかっていうところでどっかで1個捕まっちゃう可能性があると思うんですよねうんなのでまあロペス選手も寝技できますけど大島選手の方が上いんじゃないかなって気がしませんうんまあその、うん、そうですねだから捕まっちゃったら大島選手だろうなとで捕まえるのは ああいうタイプには割と捕まえやすい大島選手の方が捕まえやすいんじゃないかって思うんでまあ僕は大島選手有利かなという気はしますがああ繰り返しになりますけどコンディション大島選手のコンディションスイッチをオンオフを割とはっきりしてるタイプだとするとまあちょっとどうなのかっていうところですねだからこれはもううーん何て言うのかなこう プロなんだから怠けずに普段から体作って準備しとけよって思う方もいるかもしれないですけどあんまり結構そういう問題でもないっていうかうーん結構この性格的なところもあるんですよねだから前なんか結構古い話になっちゃうんですけどまあおじさんの昔話シリーズですけれどあのプライドから移籍したミルコ選手が USC に移籍した時にあんまり勝てなくなった時になんかマーク・ハント ドス選手は結構勝ってたみたみいなでそれをなんかこう例に出して誰だったかなちょっと誰だか忘れちゃったんですけど雑誌にそのインタビューみたいなのが書いてたんですよでその,その2人の違いっていうのでこうベテランになってきた時に特にそうだけどある程度オンオフを分けた方が心身ともにリフレッシュして試合にすごくこう,試合を楽しめるようになるんだとだからまあ年に1回か2回しかマーガント試合してないんだけどその試合に多分すごくいい状態である。 いいけてるとでミルコは逆に多分ちょっと試合やりすぎないんじゃないかな的なことが書いてあったんですよねインタビュー記事に。でその時は「へえそういうもんなんだ」と思ったんですけど僕もちょっとこうじん実際現役で試合やってみて、まあ、なんかちょっと分かる気はするなと思いますし今もう柔術とかに関してもうん割とそうですまあ柔術ってあの打撃系競技と違って脳へのダメージがないんで毎月毎月ずっと試合出ようと思ったら。 出れるんでですすよで実際そういういい人もいますもう毎月出てるなあの人っていう人もいるんですけど僕はちょっとあんまりそういうのは、うん、できないっていうかもうちょっと試合は特別なものでいたいというか、まあ、じゃないと僕は多分できないですよね試合にでこれはまあなんかこうメンタリティーの違いっていう部分とで大島さんなんかは特にお子さんいらっしゃいますからそういう状況でこう常に試合モードで練習し いつでも試合の方が来てもいいよっていう精神状態を保ってるっていうのもこう家庭としてもできるのかどうかとかそういうのもあると思うんで大島選手としてというよりはまあ大島沙織お,お母さんとしての部分も考慮しないといけないんでその辺がどうなのかっていうところですよねうんメンタル的にもフィジカル的にも準備ができているのかどうか うん、そこが問題なければ相性的には大島選手有利なんじゃないかなっていう気はしますけど、うん、まあどうなるかっていうところですね、はいえー、今日はこんな感じで終わりたいと思いますではではくそこいつのパウンドはいつも重いなでも脇さえ開けば三角締めだよし 完全に決まってる。このまま一気に締め落としてやるぜ。え高評価、チャンネル登録よろしくね。